ラブゲットユーです。はい、この番組はですね、はい、この番組はですね、私とあやめでゲストを迎え、観覧の方を巻き込みつつ自由奔放にトークする観覧者、視聴者巻き込み型トーク番組となっております。はい、ちょっと変わりましたちょっと変わったんですね。放送はですね、毎月第4日曜日の19時から20時までの1時間ですね、クルーズショップ下街にある特設スタジオからの公開生放送となります。じゃあ、自己紹介です。はい、ショールームの配信を主にやっております、あやなです。お願いします。はい、よろしくお願いします。喋ってるってことは喋れるってことで無茶ぶりがすごい。9回目ともなるとこうなるっていうね。怖いよすぐ人任せですこちらは先日、昨日かな、告知されたと思うんですけど、オーディオドラマを収録しまして、その時のメンバーで集合写真、本当に最後のオーディオドラマの収録だったんで、なんかちょっと感慨深いもので、それで初めて全員集合した写真なんで、最初で最後の全員の集合写真とまたみんなで仕事したいなみたいな舞台とかでもよくあるある。そうなんですよね、あるあるで、なかなか全員写真撮る機会ないですか。そうなんですよ、なんか早めに早抜けしなきゃいけないとか、なんか収録後にそのまま帰っちゃう人とかいるので、これはいつ、もう2月だっけ、3月なのか、ちょっとなんかそこら辺で撮りましたこれはですね、今出てるやつ、キムチに最近めっちゃハマってて、はい、あ、美味しいよね、キムチ。そうで、基本は私ズボラ飯なんで、はい、もっとメンズみたいなご飯しか作らないんですけど、これもあえるだけなんですよキムチと豆腐、左はキムチと豆腐とアボカド、はい、で上に卵乗せてるんですけど、はい、辛いの嫌いなんですよ。あ、辛いの嫌いだけど、うん、キムチが食べたい。そうだから、ちょっとマイルドにするために卵を入れてるんですけど、これがめっちゃ美味しくて、常になんか混ぜるだけご飯ばっか作ってるんですけど、そのぶっ込むだけで終わるよ、台所汚したくない、もう切るの面倒みたいな。そう、混ぜるだけ混ぜるだけ。しかも普通なんかボウルとかに入れてこう混ぜるじゃないですか、うん、もうお皿にぶっ込んでこう混ぜるやるやるやる、大丈夫それ犬の餌みたいになってない大丈夫ちゃんと写真撮る時にお皿の端っこをこうティッシュでこうやってきれいに拭いてから写真撮る大事大事、そう、映えるために大事、映えるために映えるためにね。この右側のもう一個のやつは、右は豚キムチにえのき入れてて、本当にもうちょっとお米は食べないんですか。そう、お米はあんま食べないですね。マジか。ずっと炊飯器がなくて家に、はい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 、お米もともとあんま食べないんで持ってなかったんですけど、最近実家が私の家の炊飯器タッチパネルなんですよ。ああ、はいはいはい、じゃなくてタッチパネルで、なんかタッチパネルの反応が悪いから上げろって言われて不良品の家に回ってきてだからやっとお米炊けるようになって、はいはいはい、ちょこちょこ最近は食べるようにしてる。あ、冷凍ご飯をチンして、それで納豆キムチチャーハン作りました。ぶっ込むだけぶっ込むだけご飯、ぶっ込むだけなんで、ぶっ込んでちょっとバーッと混ぜればできるんでめっちゃ美味しかったです、納豆キムチチャーハンね、まあでも、うん、でもキムチってさ、正直さ、ご飯何杯でもいけるよね。しかも私に関しては辛いもの苦手やから、お米いっぱいないと食べれないんですよ。なるほどね。でも、これにはご飯はつけないでしょ。つけないです。でも他の具材で味をする。ああ、なるほどね。あ、はいはいはい、あえてるから。なるほどね。あとなんかちょっと甘めのキムチとかありますよね。うん、なんか苦手な人向けので。甘めのキムチでやってる。甘めのキムチでね。甘めのキムチですら辛いんだよ、私。うん。あれをね、韓国の人に食わしたら、こんなんキムチじゃないって言われるらしいから。怒られるよ。そうそう。私がですね、はい、皆さんにお題を、はい、いくつか言います。それを即答で答えてもらうっていうコーナーです。即答？即答。秒で、秒で、もう何も考える時間を与えない。ででん。今、ズバリ欲しいものは何？ボディクリーム。はい、おー、はいはい、はい、人には言えない隠し方がある。あるかないかで大丈夫です。ない、うん、おー、これっぽい方？それとも一途な方？これっぽい方。おー、
自分は肉食派、草食派、恋愛において肉食派。おぉ声出せるじゃあ好きな男性のファッションは、トレーナーに黒スキニー。彼氏とどのぐらいの頻度で会いたい？毎日。おじゃあ、初恋はいつ？高校1年生。おしゃれですね。今いくつだろう？今、7。じゃあ、男女の友情は成立しますか？します。相談する、される、どっちの方が多い？相談する。異性に何を求めますか？なめさ。なかなか早い。そ早い、早い。一問一答ね。この前、結構みんな、みたいな。みたいな。そういう感じやったから。掘り下げていきましょう。そうですね。何から行こう。ちょっと気になること結構あったな。肉食系、草食系とかね。ね、肉食系、肉食系意外だったんだよね。めっちゃ意外。意外。じゃあもう好きになったらアピールガンガンするってこと、結構まっすぐに行くんで。よそにはしないですって言ったら。周りから絶対、あやなんちゃんあの子好きだって分かるタイプ。あー、マジか。かわいい。かわいい。じゃあ10問いきますね。はい。じゃあ一つ目、はい、自分の好きなところを一つ挙げるなら目、彼氏に手料理作ったことある？ある。おお。今の待ち受け写真は？自分が撮った写真。うん、寝るときはどんな格好してますか？トレーナー。そういうことじゃない。あ、そういうこと、そういうこと。最近の買ったもので一番高いものは何？動物の森。高いもの。高いもの。後で聞きましょう。はい。じゃあ、これをなくしたら困るもの。携帯。これから挑戦したいことは何？7、8、9、舞台。舞台。最初に異性のどこを見る？目？何フェチ？筋肉？うわ、筋肉好きなんや。じゃあ掘り下げていきましょうか。掘り下げていきましょうか。はい、何から言ったか。チェックつけよう。自分の好きなところ目ですね。はい、みんなもずっと言ってますけど、チャームポイントなんで、なんか目が大きいのがすごい私的にはすごい好きで、昔の今のプリクラは全員補正かけるかけないできるじゃないですか。私プリクラかけると目が本当に半分ぐらい目になるぐらいだったんですだからプリクラがそれがあるから嫌いだったぐらい。目はだけはすっぴんでも全然見えます。できたよ。できるですね。ありがとうございます。アイシャドウとラインしか見てます。南の人って感じですか？はい、どうも。方なんですか？あ、南の方です。はい、琉球王国です。よろしくお願いします。そうなんですか。沖縄じゃないんですけどね。沖縄ではないんですけど。ねえ、海外の方なんかも。まさかの？まさかの？あ、でもハーフには間違えられない。ハーフっぽいなと思って。なんかフィリピンとか、東南アジアの人にはよく間違われます。きついの日本人です。先祖たどっても全員日本人です。神崎綾乃言うとき。いや、芸名かもしれない。まあ、芸名だけどね。芸名だよ。芸名ですけど、大丈夫です。じゃあ次行きましょうか。彼氏に手料理を作ったことがある。うん、あ、全然あります。全然あります。何作るんですか？いや、もう自分が食べたい。あ、自分が自分が食べたいの。あ、もともと料理が好きだから、だったらもう私が作る場合にずっと作ってる。免許持ってんだもんね。そうです。あ、すごい。あ、栄養士です。一応、栄養士免許持ってます。大丈夫？さっき料理のやつ。あ、ちょっとご飯全く食べないって言ったから大丈夫かなと思って。私も食生活そんなちゃんとしてる方じゃないんで、なんも言えない。一日一食。一日一食、なんかもう食べるのめんどくさいな。ちなみに、天の声は一回怒られたことがある。あ、もうガチで一回。炭水化物抜きダイエットをするって言って、全部抜いたって言うんですよ。それはちょっとダメって言って。ご飯とかパンとかうどんとか小麦お米類は全抜きはしないで、小麦じゃなくて米を食べてくださいっていう。あ、そうです。パンが一番太るっていいですか？あ、そうです、そうです。小麦お腹にたまんないんで、ダイエットしたい人は米を食べてください。
腹持ちがいいので。ででん。自分を動物に例えたら猫。好きな言葉。好きな言葉言葉。この前やりましたよ。やったり。自分らしさ。自分らしさ、やったね。じゃあこれなし。なし。はい。自分は肉食、草食草食。草食。あ、そう、肉食ですわ。どっちどっちあれ、どっちによる私もでも。今の待ち写真だ。待ち受け。あ、某、セクシー女優の方です。なるほどね。はい。これっぽい方は一途な方。一途。これはなくしたら困るもの。渋いなぁ。今の方向終わりました。はい、自分に足りないものは大胆さ。大胆さ。無人島に一つ持っていけるとしたら。これもやった。人。やったか。人か。人ですか。じゃあこれもなしで。はい。はい、じゃあ、SN に何を求める誠実さと、あと、甘やかしてくれるかどうか。あー。今までデートで遊びに行った楽しかった場所は？デートで行って楽しかった場所？今までデートで行った遊びに行って楽しかった場所は？ディズニー。ディズニー。あー彼氏のプロフィール作ったことある？あるある。ラスト。はい、好きな男性のファッション。ファッションは綺麗めスーツとかです。ジャケット。あー。はい、じゃあ10個ですね。わかりました。はい、はい、というわけで1時間配信してきましたが、この後、フーチャンネルの方でまだ配信あるので、そちらの方に移ってみていただければと思います。本日は本当に見ていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。はい、バイバーイ。はーい、ありがとうございました。